少しでも高い位置へ避難をということでこちらに集められた教習車なんですが、はるかに想定を超える水位だったといいます。ご覧いただけるでしょうか。この水の跡などから見ても分かるように車内に完全に水が入ってしまっています。今日片付け作業が始まった大町自動車学校、およそ2メートルの高台に教習車やバイクを避難させていましたが、その一部が水に浸かり使えなくなりました。もう今回一昨年より水位が上がってたんで、もう対応してもちょっと思うようには、対応しきれてないというのが現実ですね。やっぱりショックはショックなんですけど、そのまましててもめげるだけなんで、もう次早くもう元に戻してで通常の業務を絶対やってやるという気持ちの方が強いですかね。学生を中心に夏場に最も入校者が増える大町自動車学校、通常業務を再開するまでは別の学校に教習を切り替えるなどするということです。